久保知事は会見で新型コロナに感染した子ども100人から全身の血管に炎症を起こす川崎病に似た症状が見られこのうち3人が死亡したと発表しました患者の年齢構成は5歳から9歳が29%次いで10歳から14歳が28%を占めています子どもに呼吸器疾患が出ないため感染を見逃す恐れがあり 症状が見られた場合には検査を優先的に行うよう医療機関に通達したということです現地メディアは全米10週以上で川崎病に似た症状を発症した子どもが確認されたと伝えています